ちゃ。こんにちは。はい。さゆたかさん、第一弾お帰りなさい。疲れたね。やっぱキャンプって疲れるんだよ。いや、回るからですか。いや、まあ、回るのもそうだし、はい、温暖差があるんで、こっちとの。寒暖差？寒暖差。寒暖差ね。はい、寒暖差があるんで、やっぱね、日陰入るとまだ寒いんだけど、はい、直射日光浴びるとめちゃくちゃ暑いんだよ。焼けてますもんね。焼けてるでしょちょっとな、はい、うん、だからまあちょっと疲れた、うん、まあそれと飯をあまり食えない。え、なんで。いやいや、ここ見て次移動とかになってくると、はい、いや次何が始まるっていう風になってくると、うん、もう飯食ってる暇なんかないんだよ。あ、そうなのか。いやだからまあ疲れたけど、はい、でも本当に充実してたというか、はい、まあ監督、前監督と今回ね、うん、はい、話すことができたし、今回はまず5球団だったんですよね、はいはい、パ・リーグは日本ハムだけだったんですよね、はい、でセ・リーグがまあ DeNA、はい、ヤクルトから阪神、中日というところで、はいはい、まずあの中日のキャンプ動画見たんですけど、はいはい、ファンの方がいや、すごいすごい。すごかったですよね。いや、ありがたいよ。ね、立ちつてとも。お、来た来た。あれは立ちつてとは DNA な。あれは DNA か。中日はすごく、はい、あのサインしてくれて。すごかったですよ、ね。いや、すごかったっていうか、なんかすごくありがたいよな。うん、ファン。そりゃね、ファンあっての、いや、プロ野球だし、ファンあっての YouTube だからさ。そうですよね。ね、うん、それはやっぱこんなジジイにさ、サイン欲しいって。いや、本当にね、ありがたかった。うん、あ、じゃあ逆に嬉しかったよ。声かけてくださって、うん、ただ時間がなくてね、できなかった人もいるわけ、はい、次行かな、ほんと次行かなきゃいけないから、そかそか、スタッフがすいませんここまででお願いしますって、うん、いや、そのぐらいこう時間を押してたからさ。そっか。え、じゃあ1日に2球団回ったってことなんですか。まあ、2球団の時もあるし1球団の時もあるんだけども、はい、だけど本当にね声かけていただいて嬉しかった、うん、おー、ありがたいですね、はいはい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。で、まあ、第1弾のキャンプを終えてのちょっと感想になるんですけれども、はいはい、どうでしたか、まず行って、まずまあね、はい、あのね、キャンプでさ、うん、あのスタンドからこうバッと見てるとか、うん、あのテレビでももう盛んに中継してるよね、キャンプ中継ね、見てます。でもそれにもう伝えたいのは、うん、球団の良さってそこあるんだよ、いろいろチームによってテレビに 見えない、ファンが感じられないような我々が感じるんだけど、はい、それはねもちろん、うんうん、あの良さっていうのがものすごくね球団によってもやっぱ違うんだよね、うん、え、例えばじゃあ中日、まあ、片岡さんもいらっしゃったと思います、はいはい、立浪監督ともねお会いされて、片岡はあの膝痛めたと思う。大丈夫ですか。こんな歩いてたけどさ、ちょっと足を引きずりながら、うん、まあでも本当にやる気に満ちてね、うん、頑張ってたけども、まあ、中日の良さっていうのは、うん、まず、うん、これはね、素晴らしい挨拶をする、みんな。で、動画でおっしゃってて、その礼儀正しいと、選手は。いや、これはね、今言った中ではナンバーワンだな。それは、あの、若手の選手たち。若手もベテランも。へぇ。でね、これがね、首脳陣もそうなんだよ。あ、コーチの方たちもですか。うん。で、ファームにも顔出したんだけど、はい。ね、あの、田中が見たくて。あ、三木谷選手ですね。あ、まあ、結局出なくて、うん、あ、残念だなっていう風な思いで帰ろうとして、はい、監督に挨拶して帰ろうかなって、うん、井上和樹にね、はい、帰ろうかなと思った時、もう全スタッフが出てきてくれてさ、あ、こんにちは伊沢さん久しぶりですとか言ってさ、うん、ものすごい気持ちのいい挨拶をしてくれるわけ、まあ、一軍ももちろんそうです、そうだよ、うん、立浪監督なんかオーナーと喋ってるのにさ、あ、日高さんなんて、あ、オーナーいいのかなって。いや、もうまた言ってくれるコメントが、うん、あの素敵でさ、立浪監督ですか、ね、うん、あのクリスチャンっているんだよね、ロドリゲス、ショートの子がね、はい、であの子ものすごく立浪監督気に入ってて、うん、あ、いい選手が育成にいるなっていうような話でね、うん、だから今日はいい日になりました、豊さん来てくれるし、うん、クリスチャン、ロドリゲス見れた、あ、これ良さが分かったしみたいなさ、うん、なんかすごいなとか思ってさ、こっちはね見に行かせていただいてる立場だなっていう、そうなんだ、逆にウェルカムというか、そうだ、ね、ありがとうございますっていう、もう本当にあの、うん、なんか気持ちよくさ、うん、あ、本当に取材してよかったなっていう気分で帰れたよね。だからね、去年いろいろとそのグラウンドの外で言われてましたけど、うん、そんなことちょっと感じさせないような雰囲気だったり礼儀正しさだったりとか、そうだね、それはすごくありがたかったなっていう、
や、それはあの本当にあのテレビの中継で全く伝わらないです。あのみんな打ってるだけとか そ, う、ね、そういう感じなので、うん、じゃあヤクルト、まあ、真中さんもいらっしゃった、まあ、ヤクルトですけれども、明るさの中に徹底さがあったというか、うん、で高津監督が厳しさがあったという、うん、でフリーバッティング見てても、はい、やっぱね意識が高いんだよね。例えばどの選手、いやどの選手、全選手だよ、うん、若手も含めて、うん、まあそんな大した練習は俺が行った時はやってなかったんだけども、うん、ただねやっぱバッティングの基本のセンターの意識が素晴らしいというか、センター方向へっていう忠実な、うんうん、そうだね。それとやっぱね練習終わっても貪欲さがあるんだよ。だそれはすごく感じたな。えそれはどういう、あの居残りをして残って徹底的に打ち込んでるというか、どなただろうと、全員ですか。いやいや、それはもう全員、そういう意識がチーム全体にあるということだよ。えそれは去年までとはちょっとまた違うんですか。それともあれがヤクルトのカラーなんですか。それがいやカラーになっちゃったんだろうね。なったんですか。いいカラーを持ってるよ。へえ、うん、だからその楽しさの中にもピリッと自覚があるというかさ、うんうんうん、これはやっぱ真中監督の時に自覚自覚って言ってて、はい、あの植え付けてきたね、うん、まあことだし、うん、やっぱ青木が帰らないんだよ。一番のベテランがじゃあ帰れない。いやいや帰れないんだよ。えずっと、いや青木もやっぱ貪欲だからさ、だからまあそういう意味ではすごくやっぱいいベテランがね、はい、まあ石川もそうだし、うん、青木もそうだし、あの残ってんなっていう感じがするな。あとあの西川選手が、ね、今年から 入りましたけど、はいはい、西川選手はどうだったんですか。いやいや、あの一生懸命やってるよ、うん、一生懸命やってるし、うん、塩見西川の 1,2 番って言ったらすごい嫌だろうなって思う。嫌、うん、ですね。めちゃくちゃ嫌だよ。やっぱ2人とも走れるしね、うんうん、スピードもあるし、で2人ともそのスイングスピードは速いし、はい、いやちょっと脅威になるだろうなっていうふうに思うよね。西川選手はどういう練習みたいなのを、まあレフトに入ったりとかして、うん、あの通常にこなしてるっていうような段階だったんだけども、うん、実績ある選手だからな。そうですよね。だからまあそういう意味では、まあ、期待するよな。あとヤクルトのチームには西川選手どうですか、溶け込んでる感じっていうのは。まあ、青木がやっぱちゃんとやってくれてる。さすがですね。いやまあ青木の力大きいな、そういう面ではな。いや欠かせないですね、うん、で DeNA ですけれども、 DeNA はね、うん、若手に勢いを感じた、うん、なんかあの小園選手とか松尾選手とか、うん、とかね、まあ、小園はねちょっと少しがっかりした部分はあるんだけど、うん、まあこの時期だからっていうこともあってね、はい、まあ、状態的にはあまり良くなかったんだろうけど、やっぱルーキーがいいわな、あ、まあ、石川、渡来、はい、その勝又はルーキーではないけども、うん、なんかその若手になんか次世代のなんか魅力というか、うん、そういうのをすごく感じたチームだよ。いわゆるその野手バッターの方の若手というか、うん、まあ、そうだな、ね、ちょっとピッチャーがねなかなか目立つことはあんまりなかったな、うんうん、ただ野手は順調に来てんじゃないかなっていうの気がしたね、まあ、どうですか、まあ、渡来選手が入ってきてファンが、例えばファン層が女性多くなったとかありました。いやそんなことない。あそんなことない。おばさんが多かった。おばさん、おばさん多いっていうか、うん、まあファン層というよりも、うん、なんていうの、その若手の勢いを感じながら、うん、まあ、マキがどしっとしてるかなという。ああやっぱりそうなんですね。まあそうだね。豊さんが行った時の DeNA のキャンプの雰囲気と今年のキャンプの雰囲気っていうのは、うん、DeNA ってどうでした。まあいつもとあんまり変わらないなっていうような感じはしたよね。そのいつもと変わらないわけあいあいな感じなんですか DeNA。まあわけあいあいのところもあるけども、うん、やっぱり若手が、うん、若手の中でこの野郎と思いながらやってるような、そんなあの若手は先立ってるような感じはしたな。まあ、いわゆるポジションとかもちろんレギュラーとか。もちろんもちろん。そうですよ、ね、もう一軍のベンチにしたってそうだし。そうですよね、まあ、オースティンも元気にノック受けてたしな。言ってました、あったって。久々に。いやいや久しぶりに見たよみたいな、うんうんうん、まあまあだけどこういうことが順調にいけばバッター陣は心配ないかなっていうような感じです、うん、だピッチャー陣がやっぱりちょっと心配かなっていう、まあ、ちょっとそうだなところなんですね、はいはい、うん、そして阪神です。阪神はねいろんなメニューが揃ってるっていう感じがした。いろんなメニュー、うん、うん、どういうの？そのいろんなメニューっていうのはもういろいろな若手がいるという特徴を持った。確かにそうですね、紅白戦見てても思いました。それも懇切丁寧に
どういう特徴があるかっていうのが書かれているようなメニューが揃ってると。ははそれとフロントの方、はい、もう丁寧だわ。丁寧、本当にね、お客さんを招き入れる、うん、こういう体制っていうのはすごいな。あ、そうなんですか、阪神球団すごいというか、はい、本当に俺がパッと足運んで、うん、スカウトの方でも、うん、まあちょっといらっしゃったんだけど、平田勝ヘッドはいますかねみたいな、うん、あ、私がご案内しますって、え、連れてってくれ、ホテルの、いや俺はここ入っていいのみたいな、いや、多分私が、はい、アテンドしたら大丈夫だと思いますって、球団の職員の人がね、はい、こっちいらっしゃってくださいみたいな。丁寧ですね。丁寧だよ。行き届いたホテルマンのようですね。いや本当に、うん、そしたらなんかね、いて話が終わった後に、うん、またこう付き添いで、うん、はい、まあ、その時に森下がいたんだけど、ぼーっとしてた、ま、森下ってこう言って、ね、あれ俺のこと先輩だというふうに認識してないと思う。去年はぁとか言って、去年会ってますよね。会ってる、はぁとか言って、まあ考えてることも疲れてることもあるんだろうな。なんかちょっとテンション、あ、磯畑なんかさ、はい、飛んできてさ、宇多川さんとか言って、こんにちはとか言って、おー頑張れよみたいな、うん、そういう場合大体ノリがあるんだけど、そうですよね、あーとか言って、大丈夫かな、多分バッティングのことでね、まあ、まあ今一生懸命だからだったと思うんですけど、はいはい、いやでも本当その若手のメニューというか、はい、その紅白戦でも、うん、ね、まだ支配下に登録されてない選手も出てきたりとか、いや阪神今すごかったですね、紅白戦。いや岡田監督とも話をしたけどさ、はい、やっぱ緻密に考えてるから、うん、でベンチ入り何人っていうことはあって、うん、そのバランスも考えてるから、うん、決して飛び抜けて3秒揃ってるから入れるっていうわけではないんだよね。だからここで、ここに特別に、ね、うん、飛び抜けてる選手じゃないと入れないとか、まあ、いろいろ考えて計算してるよ。相手チームがどういうことを考えて、だからどういう選手を嫌がるかとか、うん、もうそういうところまでも計算しながらやってるからね。で紅白戦でずっとキャッチャーの後ろでケージのところでじーっと見ながら岡田さんいらっしゃって、だから岡田監督に対してのリスペクト、うん、まあ、これね感じたのはね、前の動画でも言ったけども、はい、やっぱね村上のこと聞いたんだよ、うん、でクライマックスも日本シリーズも先発頭で行きましたねって言ったら、はい、いやあれはピッチングコーチがね、うん、任してたから、ほんならそう行こうかみたいな感じだったと、はい、そしたらピッチングコーチがいたから、いやすごいな村上立ててみたいな、決めたらしいなって言ったら、いやあれは監督ですよみたいな、はい、だからお互いがね、こうなんていうの、認め合ってるというかさ、謙虚だよね。ああそうだ、だからフロントもあれだけこう丁寧にいろいろ対応してくれるのかなっていうふうに思った。そうなんですね、うん、あと豊さんなんか大好きな梅ちゃん、梅ちゃん、梅田選手いました、いらっしゃいました、話しました、話したよ梅ちゃん、梅ちゃんこれ言ってなかったけど、うん、抑えのピッチャー、はい、ケラ、ゲラ、ゲラ、はい、いいらしいぞ、え、もう梅野選手実際受けて、もちろんもちろんいいと、いいと、おお、これ監督もいやあいつはいいよみたいな、あ、じゃあやっぱ抑え候補今ナンバーワンなのか、うん、それとやっぱ梅ちゃんは去年の怪我もあり、はい、まあ坂本の台頭があって、やっぱこう自分のこと、うん、やっぱ自分をしっかりこうまたこう上げていかなきゃいけないというね、うん、まあ、そういう意識が強かったな、うん、で平田ヘッドと話してる時に坂本誠志郎君が来てくれて、うん、もちろんみたいな、うん、どうやって言った、もう不安ですって、いやだから梅ちゃんと比較すると、梅ちゃんはやっぱりこう怪我をしたから、あ、まあ、まずはやっぱり自分のこと、うん、まあ、そういうのを立て直していかなきゃいけないなって、うん、で自分の居場所というかさ、うん、そういうのをしっかり作っていかなきゃいけないなって、で坂本というのはやっぱり去年自信が持ててね、うん、でやっぱチーム全体のことを見れるようになってて、やっぱもうやっぱその不安っていうのはさ、すごくキャッチャーらしい不安だったな、それは梅野選手とのじゃなくて、ではなくて、ね、チーム全体の不安というか、あ、すごいな、キャッチャーらしい不安なんですね。いやだからいいキャッチャーが2人揃ってるなって思ったね。ですよね、うん、
でそこにね、坂井田選手も紅白戦で頑張ってましたし、でなんか梅野選手 YouTube をご覧になってる。もう言う、そうで、もう悪いことは言うなと言われたら、いや梅ちゃん大好きだからね。そうですよね。いやただ悪いことは悪い、まあ悪いっていうあれじゃないけど、言っていかなきゃいけないけどまあでも選手もね、たくさん見てくれてるんで嬉しいです ね。そんな部活なことも言えないし。そうですね。そうでも大山のあのね大山と話したけど、やっぱ4番になったなっていう、なんかね、風格というか、はい、言動というか、うん、そういうことをすごくこう言葉とかもそうなんだけど、まあ、肌で感じたというか。へえ。だからすごく重みを感じたよ。去年までとは違うんですね、きっと。去年作り上げたものが今年いい雰囲気を作り出してるな。へえ、そうなんだ。だからそれはすごく感じた。やっぱり阪神の4番、大山選手っていう。阪神の4番というよりも優勝チームの4番だな。あ違う、そうか、優勝チームの4番、うんうん、っていうふうには感じた。そうなんですね、うん。さあ、そして日本ハムです。パリーグ唯一。これも競争が激しい。激しい。まあ新庄監督も言ってたけど、やっと一軍ベンチの争いじゃなくて、一軍レギュラーの争いができるように多少なってきたと。うん、こっからがスタートだっつってた。ようやくですね。新庄監督出待ちしててさ、俺。ああ、豊さんしてたんですね。ホテルでね。はい。で、やっぱもう出発まで、もう時間過ぎてんのに出てこないんだよ。うん、大丈夫かなとか思いながら、はい、で出てきて、ああ豊さんとか言って、うん、ああどうもどうもって、え、どうしたんですかって言うから、いや取材に来たよって、うん、いやもう挨拶だけでって、今忙しいだろうから、うん、って言ったんだけど、その日オープン戦があったんだよね、練習試合が、はい、韓国のサムソンっていうチーム、うん、いや来てくださいよって、その時話しますよって、うん、で言ってたんだ、はい、でも新庄監督って結構練習しっかり見るからさ、はい、どうかなと思ってたの、うん、でその時にまだ時間があったから、うん、日本ハム のフロントの人たち居残りとか、うん、はい、いたんだけど、もうね、うん、本当に感謝してくれるんだよ。いや本体が大体向こうに来てて、はい、ほぼ居残りしかいないのに、うん、わざわざ来てくれてありがとうございますって、いやいやそんな、いやいや俺らが感謝しなきゃいけないのに、ね、もう自由にあれしてくださいみたいな言ってくれて、ご丁寧にですね。いやいや、ほんでまた社長も出てきてくれて、あ、社長もですか。もう今年は金使ったからなんとかしてほしいんですけどねって言って、はい、いやだけど本当に腰が低い人なんだよ。あ、そうなんですね。もうね、ずっとなんかお話を聞きたいなとか、うん、話をしていたいなっていうような社長さんなんだよ。わあ、社長さん、社長さん言い方。いやそれでグラウンドに出たら、やっぱこう山崎幸也とかいて、はい、板橋さんこんにちはとか言って、うんうん、で俺の予想だと全然違うチームだったじゃん。そうですね、セリーグのね、移籍するのがね、うん、で、おしゃれ見てくれてたんだろうな YouTube もいや僕も最初は東京だというふうには思いましたと。あ、そうだったんですか。でも球団のフロントの方とね、何回か接するうちにどんどん魅力に引き込まれたと、うん、へえ。だからやっぱりあれだけ腰の低い社長がいて、うん、なんか懇切丁寧に、ね、うん、接してくれて、なんか来てくれたことを感謝してくれるような人たちがいる中で、はい、やっぱ接触すると、うん、やっぱああいう選手も落ちて、うん、日本ハムに行くんだろうなっていうふうに、もう納得したよ。あ、そうなんですね、うん、まあもう本当に人柄のいい方たちがトップに立ってらっしゃる。そうだよ。で国神って、あ、国神じゃない、本体の方ですか。本体の方に合流して、はい、八木バッティングコーチとか、はい、一人とか、うん、まあいろいろいて、こうちょっと話を雑談してたんだけど、うん、それは新庄監督が来てくれて、うん、約束を忘れてないんだよ。ずーっと話してくれてさ、へー、うん、目のクマを取りなさいとかも新庄さんらしい、うん、とそうですねとか、うん、またこれはね別動画でやっぱり新庄監督のはね、うん、しっかり伝えていきたいと思うけども、うん、やっぱりちゃんとね、もうチームのこと、一人一人の選手のこと、球団とのチームのバランスとか、うん、誰を取るか取らないかとか、うん、まあただそこには裏には企業があるじゃん。そうですね。だから企業イメージを壊すような選手も取れないし、うん、まあいろんな苦労をされながら、まあ、やってるなっていう。え、じゃあ去年までの新庄監督と今年のキャンプの新庄監督の表情とか違いました？違う。やっぱ今年は勝負。
うん、に出るというね、うん、まあそういうことだったね。そうか、まあね、そしたらもうこんな一塁から、あ、もう誰だか分かった、あれ誰だみたいな歯むき上げてくるぞって言ったら今川が出てきて、今川選手がもう姿見ぬらに来てくれて、いや嬉しい、抱きしめようかなと思ったら、うん、でかいんだよあいつ、あ、意外にやめた小さかったらこうやって、ね、抱きしめてやるんだけどさ、うん、いや来てくれて、うん、いやそれでまあね、結婚のお祝いを言って、うん、はい、まあでも守る分はあるからね、うん、まあ、一生懸命彼はやる人間だから、はい、まあ、なんとかね、まずは一軍に残れるように、うん、で次にはもう試合に出れるように、うん、であのステップとしてホップステップジャンプとすればレギュラーを取れるよね、うん、まあだけどそう暑いぞお前、いや暑いですよ今多分ナンバーワンかもしれない、その暑さとしたら、いやいい選手もいるしさ、みんなそこのポジション狙ってもう生き生き明るく、はい、元気よく楽しんでるよ、うん、ですよね、うん、でだから動画でもそのおっしゃってたように清宮選手でさえもう置いていくっていう、いや完全に置いてってる、それも聞いたんだけど、うん、いや結果を出さないと上げないって厳しいファームで、うんうん、いやみんな一生懸命やってるしね、うん、そんなことをしたらバランス悪くなる、うん、もうそうもう選手の気持ちとかずっともうつかみながらやってるから、新庄監督は、ね、細かいよ、あれだけざっとしてるわけがめちゃくちゃ頭を働かしてるからね、うん、だから楽しかった、楽しかった、新庄監督とあの話をしててね、ただ各球団いいところをこう話をしていったけども、はい、まあ、中日もやっぱ競争がね激化してるし、うん、あのリュークでさえダダンとか言って、うん、最初サングラスしてたんだよ、はい、サングラス取って帽子取って、はいはい、手袋取って手袋、こんにちはとか言って、あの、はいはい、でまあ握手する準備もしてて、あ、頑張ってみたいな、なんか意識がみんな変わってくるんですか、まあ、変わるというかやっぱ大事なことだよね、そうですね、それはね、挨拶礼儀っていうのは、うん、それは大事なこと、うんうん、だからそれがやっぱファンに接する時でもやっぱ出ると思うしね、うん、そうですね、うん、だから、まあ、中田もいい顔してた、中島もいい顔してた、うんうん、日本ハムの外国人もう教授みたいでさもうスタッフが大学教授みたいですねってインテリですねって言うから、うん、まずそのトークから通訳つけて話をしたよ、うんうん、そしたらものすごい喜んじゃって、日本ハム2人教授がいることになっちゃいますよね、まあ、そうそうそうまあアメリカの教授と、まあ、日本の教授そう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 で、パワーヒッターの、うん、電光掲示板壊したってレイエス、レイエス、うん、いや行った時も電光掲示板フリーバッティングでぶち当ててすごい、いやパワーはすごいよ、いやだからこういう外国人が本当に活躍できるようだと、うん、まあ、本当台風の目というかさ、はい、まあ面白い存在になっていくんだろうね。そうですね。まあね、前半は今挙げた5球団豊さんも出てきましたけれども、はい、まあ、前半行った中でももちろん各球団で、はい、注目選手豊さんが発掘してきたと思いますし、はいはいはい、プラスアルファ、まあ、後半で、ね、これから、また行って、見に行くチームもありますし、それはもちろんそうだ、はい、ちょっと動画で ね改めて、うん、そうだ、はい、まとめたいと思いますんで、明日からアメリカ行ってくるからね。そうなんですよ、そうだ、まずそれだ、大変なんだよ俺もスケジュールが、ね、この分刻み、いや分刻みなんだよ本当に。ちょっと待ってさ、明日からアメリカ行くのはアリゾナ、アリゾナとフロリダ行ってくるよ。ってことはダルビッシュ投手、うん、そうだね、ですよね、ダルビッシュとか、まあ、松井もできたらいいし、松井投手、まあ今永、まあ、それも大谷翔平、うん、山本由伸投手、山本由伸とかもちょっと見てみたいしさ、あと、あ、そうか、前田健太投手はフロリダ、あっちだから、まあ、あっち行くからね、あ、え、その後フロリダ行くんですか、行くんだよだからお前明日お前出発前に病院2軒回らなきゃいけない、え、大丈夫ですか、午前中に午前中に回っていく、薬もらって行ってくださいね、ちゃんと、そうだよ、その合間を縫ってね、実は動画撮影を今しているっていう、まあ、そうだね、時間がないんですけど、はい、じゃあちょっとあの豊さんに改めて注目選手をこのキャンプで見つけたその動画も、いや、もちろんいいですか、お願いします、はい。